あ、そう、ユサさん2回目、どうでしたか？そうですね、2回目というか、ね、うん、まあ、実質3回目になってるんですけど、ね。あ、そうだ、ね、DJ 制であるそうだ、はい、そうです、ね。本当にね、もうセミレギュラー化してますけど。ありがたいお話です。本当にね。ご協力すいません、本当に。本当にね、もう、毎回毎回何を喋ればいいのかわからなかった、ね。どんどんこう、外堀を埋められていく。そう、あのね、何を喋っても、自分たちもう鳴らす側やって分かったじゃないですか。はい、あれ、相手が何を言っても鳴らさなきゃいけないんですよ。そう、鳴らさなきゃいけない。これ意外とハードル高いですね。そう、だから、あのね、上坂と、あの、杉山さんがゲストで来た時に、はい、杉山さんがもう、なんつうんだろう、太陽の王子みたいな人じゃないですか。はいはい、悪いところがどこもないじゃないですか。うん、悪いもう、もう全員を絞りに絞った、最後に残った全員みたいな人だから。そこを、カーって。鳴らせない、鳴らせない。それで、何か、無理くり俺が拾って鳴らしたら、そうだよね、僕もうちょっと面白いこと言わなきゃいけないもんね、ごめんねって、反省しちゃうってので、もうなんかどうしていいか分からなくなっちゃって、いい人すぎて。だから女性だから守ってあげたかったけど、申し訳ないですって上坂を鳴らすっていう。まあでもこれからね、この番組まだ続くわけじゃないですかね。そうですね。まあ、源田鉄章さんとかね、いらっしゃるでしょうね。鉄章さんかぁ、それをどう裁くのか。仮に鉄章さんをお呼びするんであれば、はい、本当に事務所に内容を説明して、はい、お願いだから。いらっしゃらないと思う、信じてる、お忙しいと信じてる。まあ、あとね、島本すみさんもね、いや、もう、俺、ナウシカのブルーレイ持ってきて、サイもらうわ。まあ、それね、その、はい、まだまだな強敵がいるところはね、たくさんいますからね。そういう人が来たら、もう自分にずんずん鳴らす。見守っていくよ。はい、そうですね、これは、これからも、ずっと楽しみな番組です、これから。はい、もうやれる限り頑張っていきたいと思います。ありがとうございます、ありがとうございました。平川さんもありがとうございます。ありがとうございました。